他の業界に比べてやっぱその指向性がすごく強いところなので、まあ、面接でもやっぱ求められるものになりますね。皆さんこんにちは。マーケルネクストキャリア事業責任者の川村です。本日もよろしくお願いします。今回も引き続き、マーケルの西村さんに参加いただきまして、求職者の方々からよくいただく質問シリーズということでやっていきたいと思います。で、今日は引き続きちょっとインサイドセールスというところをテーマに。そうですね、はい、前回話題に上がっていた、まあ、SDR、はい、BDR って大体どのぐらいの比率でやってたりみたいなところをぜひお伺いしてみたいなと思っておりました。でインサイドセールスってやっぱ何て言っても SaaS 企業側にとっても、こう入社される方々にとってもやっぱキャリアスタートしてもらいやすいっていうのはやっぱ魅力じゃないですか、うん、はい、どの営業職よりもたくさんの顧客とね接点持つんで、市場のこうリアルな課題感とか把握しやすいし、試行錯誤性がとにかく高いポジションなんで、一番最初の接点を持つ入り口なんで、やっぱりこういろいろな反応があるじゃないですか。なので試行錯誤があって、会社としてこう成長の素地が作りやすいっていうのが、フィールドセールスから行きたいっていう方々はもちろんたくさんいらっしゃいますけど、やっぱインサイドから入ることで得られることもたくさんあるよみたいなところがやっぱり結構魅力かなと思うわけです。市場動向としてはやっぱり今お話したように、こう SaaS 企業さん的には結構エントリーというかキャリアスタートしやすい立ち位置でやっぱり出してる企業さん多いんですよね。大手の SaaS とか特にそうですよね。インサイドセールスの求人って全部一緒なのかっていうと結構違うわけですよ。別の動画でちょっと話したかもしれないですけど、インバウンドとアウトバウンドで結構分かれていて、こう SDR、BDR ってやつですね。最近求人よく見るようになりましたよね。こう SDR とか BDR って記載されてる。分かれ始めましたよね。はい。業界じゃない人からするとよく分かんないですけど、何のこっちゃってなりますよね。これ結構インバウンドのインサイドかアウトバウンドのインサイドかって職務が違うんで、これは絶対見といた方がいいわけですよね。インサイドセールスの職種の場合、ほとんどこう今 SDR、BDR っていう、こう顧客属性が記載されてること多いんですよね。でこれ見分け方としては、職務内容にこう長期的な育成とか、なんか多様な手段を用いたアプローチとか、まあ、記載されてることが多いんで、まあ、これテレアポとの見分け方はそこで判別するみたいなのあるんですけど、それとは別にこう SDR と BDR を見分けるみたいなのも結構重要だと思うんで、これちょっと話しときたいかなと思うんですけど、SDR って何でしたっけ？SDR はそれこそマーケティングの方がイベントであったり試作で獲得してきてくださったお客様に対してアプローチをすること。そうですよね。で BDR は BDR はゼロから開拓をしていく。そうですね、まあ、新規開拓ですね。受付突破みたいな、はい、それもね、大体今求人票に書いてあるんですよね。 BDR やってほしいポジションは BDR って書いてあることもあって、新規開拓みたいな色が強い職務がその BDR なんで、見てもらえれば分かるんで必ず確認しましょうって感じですね。身につくスキルに違いがあるのかと。これ大きい違い僕そこまでないと思っていて、基本的にはターゲット顧客は一緒なんで、課題をヒアリングして商談機会を作るっていう点では一緒なわけです。だからコアなスキルとして学べるものは一緒かなと。ただ BDR アウトバウンドは受付から担当者に接続するテクニックとか、担当者に接続した後に対話のお時間いただいて、先方から情報を開示いただくまでのプロセスを作んなきゃいけないじゃないですか。まあ、この辺のステップがアウトバウンドは工程が増えるんで、テクニックを学ぶって意味ではむしろ BDR の方が学べる幅は少し広いんですよね。だその分当然こう担当者までつながらないことも多いんで数が増える。これが皆さんがどう受け取るかですよね。SDR の方の方がもう担当者の方にすぐつながったり、 ね、そのまま大枠取れて、はい、じゃあ実際商談しましょうっていう流れは早いのかなって。そうですね。 BDR やったことあります？やってましたよ、ゴリゴリと。1日何件ぐらいやってますか？あ、でも私の場合は50から60件ぐらいかけていて、でも全然やっぱりつながらなかったりするので、どういった断られ方をしたかであったり、どのタイミングで受付の方につながったかみたいな、お時間とかも全部メモして、はい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 、次は違うタイミングでみたいな風に。なるほどね。電話回線のアルバイトとか僕やってた時は1日やっぱり150ぐらいやってましたけどね。うんうん、それがこう真のテレアポですよね。
いわゆるテレアポみたいな。桁が違います。で、SaaS の BDR も結局かける会社を調べるとか、情報を残すとか、次のアプローチのタイミングをこう残すとか考えるとやっぱちょっと数減るんですよね。でこれ SDR になると実際こう3、40ぐらい。もっと減りますね。結構減りますよね。なんでなんか皆さんが思ってるほどの数をやんのかって言われると結構一件一件重点的にやるっていうパターンが多いですよね。やっぱりここの違い、求人の見分け方もそうですけれども、なんか根本的にインサイドセールスって BDR であっても発信数っていうかアプローチ数も含めて、うん、ちょっと違うところはあるかなと思うんですけどね、はい、さっきお話の中で川村さんは、はいはい、あんまり身につくスキルに差分がないみたいなお話あったかなと思うんですけど、はいはいはい、結構イメージとして SDR は結構マーケと連携を良くしてるなであったり、うん、SDR も BDR も合わせてフィールドセールスとよく連携してるなっていうような横部署、うん、関連部署との連携はちょっと違いが出るのかなって思うんですけど、そうですね、それはありますよね。やっぱりこう SDR はマーケのフォローもするんで、うん、会社によってはマーケティング活動に関与できますよね、うん、セミナーに登壇するとか、まあ、そのままフォローできるじゃないですか。そうするとフォローしやすいんで、インサイドでセミナー登壇される方結構多かったり、うん、あと BDR、SDR ともにこう商談受注取るのが目的なんで、まあ、フィールドセールスとの連携みたいなのは結構やっぱありますよね。セミナーとかも登壇されるんですね。セミナーでも登壇される方やっぱいらっしゃるんじゃないですかね、うん、だってこう結局登壇して集客された方々をフォローするのに、まあ、登壇した方がちょっとこうそのままフォローとかすると嬉しいってなりま す、 いいす、ね、その方とそのまま、はい、なんかアーリー系のこうベンチャーほどそういう傾向ありますよね。やっぱねマーケットこうインサイドがちょっとこうオーバーラップするっていうか絡みが多くなるっていうのが特徴ありますよね。そこはね、うん、一緒にメルマガ作ってるって会社さんも あるかもしれないですね。なんか大手はやっぱそこ結構ね分業細分化されてますけど、うん、やっぱベンチャーはそこ結構いろいろ重なったりするところは多いんですよね。そこも学びになる可能性が高かったりするっていう、うん、あるかもしれないですね。同じインサイドでも本当に SDR か BDR かでもだいぶ変わりますし、はい、企業フェーズによってもだいぶやっぱり動き方が変わってくる、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、今回はインサイドセールスの、まあ、活動の実態とか見分け方とか、まあ、そういうところについてお話をさせていただきました。はい、今日もありがとうございます。